ジュスティーヌあるいは、美徳の不幸の差し絵、美徳の不幸は、佐渡公爵が1787年に表した小説である。後に、大幅な過失修正が施され、ジュスティーヌあるいは、美徳の不幸、さらに、新ジュスティーヌとして出版された、悪徳のハエとタイを成す作品である。主人公ジュスティーヌは、3歳上の姉ジュリエットと共に、 パリの由緒ある修道院で育てられていた。しかし彼女が12歳になったばかりの頃、一家が破産。父はイギリスに逃亡し、母は悲嘆のあまり死亡した。残された娘二人は100駅ほどの金を親族から受け取り、この金で何でも好きなことをするよう言われて、修道院を出ねばならなくなった。奔放なジュリエットは、一家の崩壊という一大事にもかかわらず、 自由の身になったことを喜んだ。これに対しジュスティーヌは、己の将来を案じて、悲観に暮れるばかりであった。金を持っている、男の愛人として生きる道もあると示唆するジュリエットを、ジュスティーヌは拒絶、以後姉妹は別々の人生を歩むこととなる。修道院を出てから15年。ジュリエットは窮屈な修道院から解放されたのを、幸いに、陰頭と悪辣の限りを尽くして、 伯爵夫人の地位と莫大な富を手に入れていた。ある日ジュリエットは憲兵らが縄で縛られた一人の女を駅馬車から抱き下ろすのを見た。重罪に問われ処刑を待つばかりであったこの女に興味を持ったジュリエットはことの経緯を助手自身の口から聞きたいと係官り感に頼み込む。その夜、宿の一室でジュリエットと相対した助手は自らの腰方を語り始める。 本作は、この哀れな助手、すなわち、ジュスティーヌの告白という体裁をとって綴られている。修道院を出たジュスティーヌは、宗教的美徳や礼説に忠実であろうとするばかりに、幾度も貶められたり恥ずかしめられたりした挙句、ついには、窃盗や、殺人の罪を着せられるに至る。本作は、彼女が舐めた新産の数々を通じて、美徳を守ろうとする者には、不幸が降りかかり、 悪徳に身を任せる者には繁栄が訪れるという佐渡の哲学的主題が描かれている。また、佐渡は彼女が関わった面々に無心論を語らせたり、人間は万物の霊長であるとの考えを否定する主張をさせたりしている。こうしたセリフの数々からは佐渡の思想の近代性を見ることができる。次々と罠に落ちては虐待され続けるジュスティーム・ノルテンは、 思い切ってテンポの速い描写によっており、全身体質姿で強制重労働に酷使されるなど、現代のビザール趣味を先取りするような描写も見られる。なお、悪徳の追求の結果に関しては、ジュリエットを主人公に据えた悪徳のハエで生じずされている。1787年、バスティーユ牢獄に収監されていたサドは、本作を15日かけて書き上げた。 その翌年、大幅に過失修正を行い、1791年に、ジュスティーヌあるいは、美徳の不幸と傀儡した上で、匿名で上司した。さらに6年後の1797年、これに、再び過失を行った、新ジュスティーヌが出版されている。新ジュスティーヌで佐渡は、これまでのジュスティーヌの独白という形式を廃止、客観描写に改めた。 またジュスティーヌに降りかかる不幸に関する描写が大幅に増加し、かつ遥かに過激なものになっている。本作では彼の多くの著作に共通する、冗調とも言える記述が延々と綴られる。なお、バスティーユで執筆された本作の原型は、佐渡の手から離れ、行方不明となったため、佐渡の存命中に世に出ることは、ついになかった。しかし、1909年に、 ギオーム・アポリネールによってパリ国立図書館で発見され1930年に刊行された。ありがとうございます。